どうも、下田花尾です。本日のテーマは、お母さんと同じ仮想場じゃなかったというお声のお話をさせていただこうと思っております。はい。えー、このね、お便りくれた方、まあ以前ですね、そのお母様、えー、亡くされててですね、で、その後、最近お父さんが亡くなったとはい、えー。そういった方なんですよ。で、えー、まあ、住んでるところも一緒。ね。で、頼んだ葬儀屋さんも一緒。 で、今回お父様ね、亡くなられて、そして仮装場に行ったんだけれども、あれと、お母さんのところね、お母さんを仮装した仮装場で、当然お父さんも行くんだろうな、同じところで、お父さんとお母さん一緒に仮装をさ、ね、こうしてあげたい、えー、最終的には二人同じところに行かしてあげたいと思ってたのに、えー、実際当日ですっ、ね、て、あれと、お母さんを仮装したところと違う仮装場に行っちゃったっていうようなお話です。 で、えー、それでですね、下駄さんと、なんかその仮想場、えー、どこそこの仮想場がいいとか、そういうのって葬儀屋さんに言ったら、聞いてもらえたりするんでしょうかと。はい。そういったお話でございます。で、えー、そちらなんですけれども、もう答えはですね、ほぼほぼ明確で、それは葬儀屋さんに言っていただければ、普通は対応していただきます。はい。まあ、なんだけれども、そのお便りだけではですね、いろんなことが、あのー、やっぱり可能性をね、 いろんな可能性があるんで、ちょっとわからないところがあってね。例えば、その仮想場自体もですね、5年10年経つとですね、なんかなくなってて違うところとこう一緒にこう、なんか統合されてみたいな、そういうこともあるんですよ。なので、そのお便りの中ではね、それに触れていなかったので、ちょっとわからないんですけれども、もしかしたらですよ、もしかするとそもそもその仮想場今現在あるのっていうところだったりとか。 はい、えー。そういったこともありますが、まあ、とりあえずですね、えー、こちらも皆さんね、もし、あ、そうか、そうかと、そういうことあるか、というふうにですね、思われた方は、ぜひですね、例えばね、ご自身のお父さんでもお母さんでもね、もう誰でもいいですけれども、とりあえず過去に、えー、亡くなって、その方をここの仮想場でね、見送ったよっていうことがあって で,で、今回、例えば誰かが亡くなった、あ、じゃあこの人と同じところでですね、仮装してあげたいなと思ったら、あの、葬儀屋さんにですね、すいませんと、あの、何々の仮装場でしえていただくことってできますかねと、はい。聞いていただければ、それでもう解決です。はい。あの、先ほど言いましたけれども、そもそも仮装場がもうないとかあったらもちろん別ですけれども、あの、通常、えー、そういうふうにすれば大丈夫です。 はい。あのー、なんでしょうね。結局ね、その仮想場もですね、例えば、空いてる、空いてないとかあるんですよ。その日はいっぱいだよと。でも、B という仮想場は空いていたので、じゃあここにします、みたいな。そんな感じでね、結構葬儀屋さんって仮想場選ぶんですよ。で、もしね、えー、その遺族さんがこの A という仮想場で仮装してあげたいという気持ちがあるのであれば、じゃあ、この日はいっぱいだけれども、次の日はこの A という仮想場が空くよと。 だったら、えー、その日に仮装するように、えー、スケジュール組みましょうかと。そういうふうに全然できます。はい。えー、なのでですね、本当に創業屋さんに言っていただければと思います。まあ、ただね、その1日伸びたりとかすると、もちろんその1日伸びた分、例えば費用が何か、何かしらでね、何かでかかったりということはありますけれども、まあ、特にね、そこが問題ではなければ、 はい。あの、そういうふうにしていただければいいかなというふうに思っております。ね。だって、このお便りをいただいたらですね、まあ、葬儀屋さん。まあ、この、ちなみに、えー、お便りいただいた方も別に葬儀屋さんのことをですね、あの、何かその、あの、分かっていないとか、そんな感じの批判じゃないんですよね。あの、なんか、どうすればよかったんですかねというような、本当に素朴な疑問なんですよ。で、その場合もね、えー、例えば、葬儀屋さんに事前に言っておけば、 ね。あの、以前、あの、母を、そこそこ、ね、ここの仮装場で仮装したんですけれども、えー、そこで今回、えー、自分の父親、えー、同じところで仮装ってできますかねっていうふうに聞けば、あの、全然大丈夫だったというような感じです。まあ、でも、あの、やっぱりね、その、本当に大変ですからね、人が亡くなるっていうのは。 あのー、一大事なんですよ。人が亡くなるというのはね。で、その中でですね、やっぱりそこまで頭が回らない。はい。それは、あのー、すごくよくわかります。だから、あの、自然とね、あのー、前回お母さんここだったから、で、そして葬儀屋さんも一緒だし、で、住んでるところも一緒だから、まあ、多分当然同じとこだろうなっていうふうにはおそらく考えていたかと思うんですけれども、まあ、それがね、あの、意外と、まあ、ある意味予想が外れて違うところだったっていうね、はい。いうことが、これ皆さんありますのでね。 はい。なので、えー、皆さんね、この動画を見られて、もうこれで分かりましたのでね、えー、もし同じようなね、えー、状況になった時は、あぜひ、葬儀屋さんに聞いてみてください。はい。あの、絶対に大丈夫ですよとは言いません。はい。ですけれども、やっぱり、ね、葬儀屋さんに言っていただけると、それなりに葬儀屋さんもですね、いろいろ考えてくれますからね。はい。結局のところですね、えー、そのお便りにね、いただいた、えー、方のその葬儀屋さんもですね、その事実を ね、知っていれば、以前は A というところでお母さんを仮装したんだなってことを知らされていれば、あ、でしたらお母様と同じところにしましょうかぐらいは全然言えるわけですよね。 はい。ということで、えー、ぜひね、皆さんもまた、あの、そういう場面になったらね、え、あ、そういえば、なんか仮想場記団っていう YouTube でゲタ君が何か言ってたなと、あ、そうだそうだと、え、今回ね、例えばお父さん仮想するけれども、もしかしたら違うところになるかもしれないなでき、でもできればね、その、お母さんと同じところがいいなよし、葬儀屋さんに聞いてみようっていうふうにね、なれば、えー、この動画もですね、この存在意義があるのかなというふうに、えー、僕は思っております。 はい。ということで、えー、本日はですね、お母さんと違う仮想場に行ったということでお話をさせていただきました。ではまた。仮想場記団では皆様からの質問や体験談を募集しております。投稿方法は概要欄下の下鼻をホームページよりご覧ください。